はい、ではやっていきましょう。まあ、ハッフルとエンドクリアしたということで、おまけ解放をちょっと見ていきましょう。気になったこれ自動販売機になったって何と思ってちょっとこれ聞こうぜ。俺は自動販売機で特別に効果の購入は1円単位から受け付けていた。どんどん入れてくれ。何これ、ちょっとスタッフの意味が分かんない。これ自動販売機になった、声優さんも動揺しただろ。俺は自動販売機だとかいうセリフ言わされて。何を言ってるんだ、用が済んだら帰れ。ああ、まだ近くまで送っていく。紳士だな、送り狼にならないのか。あなたを抱きしめる、どんな言葉も霞んでしまう。ただ一つだけ確かなことは、あなたを愛してる。ああ、なんかまっすぐな感じだな。そうな、起こして。起きろ、早起きは三文の徳と言うだろう。ああ三文は現在の貨幣では微々たる価値だが、それでもないよりはマシだ。いや使えないよ三文じゃ、使用できないよ、パスすぎ。留守番電話でも通話料金がかかるんだ、即メッセージを残してもたもたするなよ。いいなキャラ出てて、いいなこれ、嬉しいな、キャラ出てる感じのボイスになってんの、ほんと嬉しいな。そっか、この辺見てないけど今のも何か感じた。まあいいよね、本編中見たやつだね。じゃあ行っていきましょう。はい、どうも、七瀬俊役の鳥海浩介です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。なんだね、ということで、あ、新ルートをね、ここではですね、はい、冬のとびきりな思い出的な感じのものを話していきたいなと思います。お願いします。冬といえばまあね、いろいろイベントも多い季節です、うん、そうですね、恋人たちのイベントね、バレンタインとかね。そうですね、ありますけど、バレンタインも冬ですか。そうですね、ここ最近では、うん、お正月に、実家に帰ったりしまして、はい、めいっ子なんかにも会うわけですよ。ああ、可愛いでしょうね。僕はもう6歳ですかね。あ、6歳、まあ、そんなめいっ子にですね、うん、お年玉なんかをもうあげたりしてるんですけども、まあ小学校ですかね。6歳とはいえ、うん、もう女だなって感じることが多々あります。マジですか。お年玉をあげた時にですね、女、まず何よりも先に中を見るっていうね、うん、ポチ袋の、それを見た時に大丈夫だ、この子は絶対いい女になると思いました。それいい女なんですかね。さようなら。終わり、終わり、ちょっと待って、ちょっと待って、想像以上に短かった。ちょっと待って、え、終わってない、動かせない、あ、動かせる、くそ、ちょっと待って、ちょっと待って、もっと作品の感想を言うとかじゃないの、ちょっと待って、ポチ袋の話とか、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、何の話しとんねん、何の話か、もう一回来る。はい、どうも、七瀬、同じか、同じか、ちょっとタロちゃんの方見よ、タロちゃんの方見よ、ちょっとタロちゃんの方見よ、タロちゃんの方、タロちゃんね、自動販売機だって一回。おう、俺は自動販売機だ、好きなボタンを押してみろ。ボタンが高すぎて手が届かねえ、そんなこと言われてもな。でかいからね、タロちゃん。そんなとこ突っ立ってないで、こっちに来い、帰るぞ。普通に止めてくれんだ。お前ほど俺の一腕サイズにぴったりな女は。一筆サイズな、言ってたね、それ本編でも。ショコ、待って、間違えた、それ、これは聞いてる、留守番電話なって。俺は留守だ、こういった機械ってのは操作がよくわかんないから、メッセージとかあんま残さなくてもいいかな。ああ、ほら起きろ、起きないとこのまま布団を引っ張らすぞ。そっか、そういう感じね。じゃあ聞こうか、飛びっきりの思い出、冬の思い出。はい、この影太郎の声をやっております三宅健太です。はい、皆さんこんにちは、お願いします。まあ、というわけでございまして、いい声してんな、フリートークだそうでございますよ。はい、まあもうちょっとお付き合いください。ところでお願いがありましてですね、ぜひぜひ、冬のとびきりの思い出をお願いしますと言われてるんですが、うん、まあね、だいたい冬って言うとクリスマスがあったりなんだりで、ね、同じこと言ってんね。まあ、そういう恋愛のような甘いシチュエーションにはこと書かない季節なんではございましょう。まあね、私はあんまりそういうところに縁がないという。あ、そうなんですか。ただまあそうですね、この私結構大柄なんですけれども、本体も冬苦手なんですよねっていうか、もう本当にここ十数年だいたい夏風邪とか引かないんですけど、なぜか冬風邪引くんですよ。あ、じゃあやっぱこたつ虫、こたつ虫縁の正しい、39度近くまで熱出して、いや高いね、1日だけ熱出て、うん、次の日も全然平気みたいな。あ、俺もね、休みの日になると熱出す、夜に熱出してもう翌日の朝には元気になってるみたいな。うん、わかる、一瞬だけなんか風邪をひく、そうそう、土曜だけ風邪ひくみたいな、あるある、休みの日だけ、そ
そうですね、まあ強いて言えば気が抜けんだろう ね学生の頃になんかね、当時ちょっと仲良かったあのクラスの子なんか何ちゃんよちょっと気になった何ちゃんよ、あ、何実家にいてあのお見舞いになんかよくわかんないですけどエアサロンパス持ってきたんですよね僕、まあ、あのね、中高ここの最初のあたり柔道やってたんですけどね。ああそうなんだ。まあ多分その子、はい、もう精いっぱい聞かせて、うん、そこで冷えるもんってことだったでしょうけどね、うん、エアサロンパス、うん、いやうん、ありがとうとも言えず、いやと言って、うん、無下にもできず、でもなんかすごい沈黙の間が流れたなっていうでも38度近くの熱に刺された僕はなんとも微妙な空気になったなっていうのは当時ありましたね。あ、まあそれくらいですよ、風にまつわるこんな小話程度なことですよでも持ってくるっていうのは好意あるじゃないですかね。飛び切りの思い出作ってください、飛び切りの思い出ぜひ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 作ってください。青春は一度きりだからね。それじゃあこれだけ、ね、太郎役の宮城健太でした。バイバイ。逃げたな逃げたな太郎ちゃん。はい、宮城さんありがとうございます。いやそっか、でも持ってくるってことは好意持ってたんじゃないですかね。でも少なくとも嫌とは思ってなかったってことだと思うんで、いけたんじゃないか、いけたっていうか、もうちょっとね頑張っていればまた違ったんじゃないですかね。冬の思い出も変わってきたんじゃないでしょうかね。はいはい、以上です。あんた想像してたより短いんだな、想像してたより5分ぐらい話すのかなと思ってちょっと気が入ったんだけどな。そっかそっか、そういう感じか、なるほどな。実は本編の方もエクストラがありまして、ちょっとそれを見ていこうかなというので、ちょっとあまりにも短かったんでそれをちょっと見ていこうかなというので、ちょっとまだ全クリというかあのザッピングの方見えてないんで、空いてないとこあるからまだかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっともう見ていこうかなというところでマニアックボイスライト、まあ、ライトだね、ライト。動物になって動物の真似に4かしてどうするにゃかわいいなお前お前かわいいな、その感じでどうするにゃ。音楽以外でこんなに美しいものに出会ったことはない死にできないほど綺麗だ本当に褒めてくれね、なんかそれは。謝って、俺が悪かった、すまない許してくれ。愛しているから告白して。俺には音楽とあなたが必要だ、付き合ってくれないか。まあ、ライトだけあって動物になって以外は普通だねマニアックボイス、囁いて嫉妬してプロポーズして誘って誘って誘ってモノマネして誘ってって何よ、誘ってちょっと待って、オケノーマルだぞこれ、マジかこれそうですか。あ、マニアックボイスまだある、ヘビーちょっと待ってなんかいら無理やり埋まって生きためた忠誠を誓って誓って青年の主張何言ってんのこのゲーム応援して泣いて喜んで膨大苦しんで秘密を教えて必殺技を出してまた応援してもらおう。一歩一歩歩けばいい、そんなに焦らなくても大丈夫だ、一緒に歩いていこう。ああ普通だね、これ怖いかな涙が止まらない、あなたがそんなの思ってくれてるなんて。ああ普通だね、膨大苦しめ無理に、ああだめだそんなことちょ許してくれ、ちょ待って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 、危ない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 、ちょっとだんだん危なくなってるそれ。俺の通帳の隠し場所は古いギターケースの中と冷蔵庫と畳の裏とぬか漬けの底と熊のぬいぐるみのお腹の中とどこだよとどこだよ、ぬか漬けの底はセーフか、大丈夫か、分散しすぎだろ。ブーメラン取りゃ何やってんの、え待ってまだあんの、まだあんの、マニアックボイスマニアってなった自分といえば日常を教えて今さら言えないこと旦那様になって担任へいやここおかしいな、ある誘ってとか無理やり奪ってとかちょおかしいなあるけどな。あアクセサリーね、あメガネちょっと待って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 ちょっと待ってちょっとどうしてこうなったどうしてこうなったので、なんでそうなったの、確かにふわふわしてるけどさこれは真壁の方が似合うよ、ウィングの方が似合うよ、こっちはこっちはウィングの方が似合うな。そっか、絹笠先生こっちは聖帝の天使なら絹笠先生てかこのまま帰れるのかよメニュー帰れるのかよあじゃあ卒業メッセージ聞くか、これこれじゃないね、卒業メッセージ聞きましょうダメかダメか、そっか
動物になってもらおう。ガオーってなんだこれ。そうだね。クマ。うん。タロちゃんいいよね。タロちゃん好きだな。ささやいて。好きだぜ。ベタボルだ。それだけか。それだけか。嫉妬しろ。そんなイケスかねえ野郎。どうでもいいだろ。やるめねえな。そっか。ああ。怖いな。こんな人にこういうことやったら怖いな。プロポーズして。毎朝、俺に味噌汁を作ってくれ。あ、いや、だからよ。矢部さんになってくれよ。古典的な感じ。誘ってあんのか。あそっか、タロちゃん全部解放されマジか。誘って。今日は、おめえが何言ったって、帰らせないぞ。ああ、誘ってほしいんだな。モノマネして。本当にやるのか。ゴーちゃん、お勉強しない。魔法使えるから、インドも。惜しいな。そう、タロちゃんにしてほしかったな。ゴロちゃんじゃなくてタロちゃんって言ってほしかったな。それか。何気にタロちゃんの生産すごいよね。あれはあれはすごいなと思うけどな。あのボイスでやっていけるのはすごいなと思ってる。無理やり奪って。お前分かってんのか。もう俺からは逃げられねえぞ。そんな細っこい体で振りほどけんのかよ俺の腕。無理やり奪って。まあ確かにそうか。グッて押さえつけられてんだな。そっか、引き止めて。待て待ってくれ。今さら離れられねえだろうがよ俺たち。別れ際だな。別れ際だな。なんか本当に。そっか、我に忠誠を誓いたまえ。俺は決めたぜ。これからの俺の全てをお前に捧げる。シンプルだな。叱って。ダメだろうが、そんなんじゃ。しっかりしろや。こういうのをスマホとかに録音して聞いてんのかな、乙女は。なんかそんな感じの話がかぐや様いなかったか。とんでもないのがなかったか。まあな、それで元気が出るならそれはそれでいいんじゃないかなと思うけどね。青年の主張。青年の主張。青年。俺はこれでもいいとこのお坊ちゃんで、文武両道、質実合憲。裏の仕事もしてなければ人を殺したこともねえ。ああ、切実な主張ですね。そうですか。そうですか。殺してないんだ。取り立てぐらいはやってない。キリちゃんと同じで取り立てぐらいはやってそうな雰囲気あるけどな。元気出せやな。きっとうまくいく。お前は心配すんな。ああ。こういうの嬉しいな。普通に素直にこういうの嬉しいよな。ま、順番見てくとちょっと時間かかりすぎるんで、面白そうなだけ見てっか。お題苦しめ。何しやがる。あ、そこまでやめ。なんかちょっと、なんかちょっと違う、なんか一部変なシーンを思い浮かべるような、やめてほしいんだけどな。秘密を教えて。秘密だ。男にそんなヤバなこと聞いてんじゃねえぞ。長いこと生きてりゃな、秘密の一つや二つや三つや四つ。思いついちゃったいっぱい。な、みんなちゃんと答えてんのか。秘密なんてねえぞおい。何個か思い当たる節があったんだろうな。ではタロちゃん、君の必殺技を頼むよ。おい、カツラギ、ちょっとこっち来いや。フリバースか。いいか。まずラリアットでぶっ倒し、起き上がってきたところを後ろに回ってスリーパーホールドで落とす。ギブか、ギブか。確実に取り立てはやってますね。この人確実に取り立てはやってますね、この感じ。少なくとも銀次から取り立ててる。銀次から取り立ててる。あ、コアがない。コアがねえな。そっか。マニアだけか。あれ、コアってさっきの方だっけ。よくわかんなくなった。まあいいや。自分といえば。だから、何度言わせればわかるんだ。これはだな、一部狩りだっつってんだろうが。まったく、維持するの結構大変なんだぞ。だろうね。割と短い頻度で切りに行かないと。切らなきゃダメだもんね。それ結構大変じゃないかな、維持が。ねえ。やっぱ全然ダメだな。まるで花に華道なんてお前には不釣り合いだとか言われてる気分になるな。ま、俺もそう思うけどよ。ああ、日常だった今。何日常教えてで角の話すんの。
普段花とか生けて練習してんのかな、実は家でそれやってんのかな。今更言えないこと。昔俺はロン毛だったんだね。そのあ女の子ってこと。一回だけだぞ。男にこう、やっぱり無理だ、思い出したくもねえ。どういうこと。どういうこと。どういうこと。ロン毛で間違われたってこと。だからやめたってこと。一部狩りにしたのかな。そういうことかな。そういうこと。なんだ、ずいぶんとお疲れだな。ほら背中向けてみろ、ちょっと体ほぐしてやるから。仕事に熱心なのは結構だが、自分のことも大事にしてくれ。もうお前はお前だけのものじゃねえんだ。なんだろう、妊娠してんのかな。子供が宿っているんですかね、その言い方は。そういうふうにも見えちゃうな。そっか、担任へ。この影だ。どうも。なんか急に手紙を書けって言われたよ。この1年お前にとっちゃ短かったんじゃねえのか。いや1年ってかまだ1年経ってないからな。いつも必死でよ。でもまあそんなお前だから俺は惚れたんだ。怒っていいんだぜ。そっか、そうですか。あ、実際にこっから1年ぐらいかかんだもんな、投稿を考えると。ナンパあと何本になってるから、60ぐらいいってんの、60とかいってんのかな。それだけでも6人分やると360だもんね。使う気にやったら2年かかんだもんな。長期シリーズになるぜ、まったく。楽しませてくれんな。あんの、なんかあんの。ちょっと待って待って待って、まあ、ここまではいいよ。ここまでもう完全に取り立てだろ。取り立てる気だろ。翼かな。あ、違うんだ、ここ違うんだ。そっか、まあ、大工の兄ちゃんって感じだな。あー、タイトル画面だったから。でもさ、口から生えてないよ、よく見ると。それどっから生えてんだ、それどっから生えてんのかな、タラちゃん。唇から生えてないんですけど、間違ってんですけど。何、刺してんの、刺してんの、顔面に。ヒゲとかに刺してんの、側面のヒゲに。側面のヒゲから生えてきちゃったの、やつまのクローバーが。生えてきちゃったのかしら、タラちゃん。そういう感じかしら。あのな、スペシャル見れるじゃん、卒業メッセージ。卒業に向けて、この影太郎、祝卒業。あ、嬉しいな、ちょっとこれ。よくやったな、七瀬。あ、ハーフロールにか。去年の頭には卒業できんのかよ、なんて思ってたが、やるときはビシッとやるな、お前も。何せ朝は来ねえ、授業はサボる、気づいたらいねえ、路上でライブ。それと髪はいつまでもズルズルロン毛の。路上ライブやってんだな。金にはうるせえしってな。けどよ、お前この一年は本当に頑張ってやがったからよ。担任のあいつの根性もすげえが、お前もぶつくさ言いながらも最後にはちゃんと補習に出るようになってた。本当成長したよお前。あ、下があんの。思ってなかった、思ってなかった。なんか見切れてるなと思った。相変わらずヘンテコリンなしだかなんだか書いちまってるが、それももう怒れねえのはちょいと寂しいか。まあそんなことはどうでもいい。とにかくお前もこれから新たな道へ踏み出す一人前の男だ。頑張れよ。お前の頑張り見守っててやるから。たまには俺やあいつのところにも遊びに来いよ、七瀬。卒業おめでとう。あー、いいね、いいですね。タロちゃん正確に似合わず、ちっちゃい文字書くね、なんか。結構いっぱい書いたな、文面として。そっか、いいですね。タロちゃん好きだな。タロちゃん好きだよ俺。タロちゃんいいよね。そっか、やっぱこうね、比較して T6 がすごい真面目に見えるというか、まともに見えるというか、そういうとこもあるもんな。この人怖い。この人怖いけどな。そっか、中田がいる。ちょっと待って、今気づいたけど中田がいる。ちょっと待って、何これ、なんで中田がいるの。ちょっと待って、なんで中田がいるの。俺 T6 なのに6人じゃねえと思って、あれなんか、あれ5強か6人、あれってなんか今中田、中田さん何やってんのここで。え、待って待って待って、こっちいないよね、さすがに。いないよね、そうだ、6人だよね。ちょっと待って、まだなんか変な人いる、おかしい人いる、ここ。あー、なんかあんだな。
多分ウィングルートやったらなんだろうな、永田は解放されるんだろうな。そっか、多分ウィングルート銀次だよな、日本語を教える感じだから。そういうことか、銀次と永田同時解放やわかな。そういうことか。なんかカオスだな。そっか、なるほどな、試験問題でここでできるんですよね。ムービー見る、一緒に見よう。はい、あ、これはあれか、今までのやつじゃないか。ちょっとじゃあプレ2のやつをウィンターの方で見ますか。とりあえずちょっと Z は知らんので、 Z オープニングは置いといて、あ、 Z もレボリューションとかなってるのね、まあ、置いといて、とりあえずこれは見たことあるはずなんで、プラスのオープニングあるよね、あるよね、なんか違う気がするけど、あるはずなんで、こっちですね、まあ、一番最初期のプレ2版の時のオープニングだと思います。見てみましょう。はい。かっけえな、全員サングラスかけた今。かっけえな。あ、なんかデジモンみたい。この感じとデジモンみたい感があるな。なんで全員半裸なの、なんで全員基本半裸なのかな。まあ、なんかスカーレットライダーセックスでも同じこと言った気がする。全員半裸だな、違うか、違うな、それ違う、喧嘩マッチョ乙女だ、俺が言ったの。全員半裸だった。なぜ脱いだっていう。あ、歌やっぱ違うのね。そっか。理性をバンバン。分かってるんだろ。分かんないですね。放課後エデン。オープニング放課後エデン。いいな。放課後エデンか。まあ、放課後はエデンだよな。ああ。ジェイさんか。なんかちょっとやっぱスタイル違うんだな、ちょっと。プラスのやつ。全員クラス3かけて、怖いな、この集団って、広く怖えな。あ、バスケットコーナー、なんで脱ぐだよ。なぜ脱がせる、なぜ脱がせる、まあ、これあれなんだろうな。乙女がギャルゲー見た時に思うことなんだろうな。なぜ脱がせるみたいな。不必要になぜ水着を着るみたいな、そういうところあるんだろうな。お互いにお互いのことを言い合ってるけど、実はお互いに求めてるものは同じみたいな、そういうことあるんだろうな。何の話をしてんだ俺は。何の話をしてんだ。はい、これは見たやつですね。はい。こっちは脱いでなかったような気もするけどな。もう一度愛してやるよとか、そういうのあるけどな、うん。ビタミン足りてないんじゃないでしょうか、皆さん。そうですね。いやー、でもビタミン、ちょっと、過剰摂取で、ちょっと、息苦しくなってるとこあるんで、やっぱちょっと間に一時期を挟みながらやっていくみたいな、俺の方では。そういう感覚でやっていかないと、ちょっと、トイレ行ったらおしっこ黄色いみたいな、痛み取りすぎみたいな、そういう現象が起こるかと思うので、ちょっとやっぱそういう感じでやっていこうかなと思います。ということで、これで一応ハーフルートルートは、ハーフルートルートって言いづら。ハーフルートじゃねえや、ハーフロールルートは一応終わりなので、まあザッピングあるけどね、ザッピングは他の子やんないと無理なんで、これで一旦終わろうかと思いますので、また私はちょっと別の実況の世界に一回ちょっと逃げて逃げてというか。あ、まずグラサンかけてんだな。まあ、一応もう一度愛してやるぜ、もう一度愛してやるぜってことで。一応ね、そっち側をやってから、またちょっと間を空けてからやろうと思います。じゃないとちょっと窒息してしまうので、過剰摂取で、やはりね、どんなものにも一日の許容量みたいなものは決まっていますので、ちょっとそれを超えて取ると薬も毒になるということで、用法用量を守って、取っていきたいというところで、やっていこうと思いますので、またちょっと時間が空いて忘れてしまうかもしれませんというところですね。ちょっと絵が違うよね、このところの絵が。エデンだそのって言ったら、なんか今これみんな歌ってくれてんだよね、一応。そういうことだよね。打ち抜くぜ、お前。わあ、もうしか言えねえ、もうしか言えないよ。ちょっとどうしよっかな。見る、これ混合バージョン。ビタミン X と Z の混合バージョン、ちょっと Z 側分かんないけど、見てみよっか。じゃあ一応、はい、僕初めて見るんで飛ばしたんで、ちょっと見ちゃうとあれかなと思ったんで飛ばしたんで、 Z 側の子知らないんで、そう思って飛ばしましたけど、あ、基本グラサンかけてくるのは何なんだろうな、何がしたいんだろうな、グラサンかけるのは。うん、真壁だね、ウィングだね、まあリーダー格なんだよね。これウィングが歌ってるよね、ウィングだよね、多分声的に合ってるかな、合ってるかな。ハーフロール歌ってくれねえんだな。ボーカルではないのか、でもベースか、そっか、そもそも歌う側じゃねえのか。 Y とかあんのかな、 X なんか Y もありそうじゃない、なんか Y がない気がするんだけど。なんでアスファルト燃やすの。あんないたずらするのやめなさい、アスファルトなんか燃やして。誰だろうな、わかんないな、わかんないな。あれ T6 いるじゃん、あれ T6 じゃん、
あ、でも T6 だ、今のだ、今のドラキュラみたいなやっぱいたぞ、なんか。そっか、 Z、 あ、やっぱ主人公違うんだね、 Z 多分今だと。女の子だったよね、今。愛せ愛せ、おお、なんか孫悟空みたいなのいたね、今。孫悟空で。あ、でもなんか今見たやつだね、あそこの2人でいるシーンだったね。おお、いや、水木寝てなかった、滑りながら。危ないことしてなかった、今。ああ、なるほどね。なるほどね。やっぱなんかゴロちゃん異質なんだな、こう見ると。Z 側にもゴロちゃん役はいねえじゃん、今。まだ終わりじゃない。まだ終わりじゃない。まだ終わりじゃない。終わった。終わりじゃねえか。ああ、なるほどな。なるほどな。まあ、Z 側知らないんで、ちょっと何も言えなかったですけど。これ右上がハーフロールになるんだね。嬉しいね。そういう細かいの嬉しいね。なるほどね。はい。いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか、ここまで。はい。いや、なんかもう、ちょっと。いや、でも、期待を裏切らなかったなっていう。パート0で出会った時、ちょっとだいぶ前なんですけど、1年、2年くらい前にやった没動画で出会ったんですけど、彼らとは。出会ったんですけど、もうちょっと説明文からちょっと面白くてね。ちょっと、やってみたいなとずっと思ってはいたんですけど、それとは関係なく PSP を据え置き化するのをなんか、なんとなくやったら、そういえばなんかクソ面白いのあったなと思って、手に取ってやり始めていましたね。プレイステーションスイッチ作った時点でやり始めていましたので、まだまだ、これ終わってはいないんですけど、ここから1年、2年、お付き合いいただけると、B6 のみんなも、楽しいというか嬉しいと思うので、ぜひお付き合いいただけるといいかと思います。はい。じゃあそんな感じで、ありがとうございました。また、明日とか明後日とか、折り時間でもうちょっと空きますけど、にお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうね。